金富健とは、韓国の政治家。現在、同国国務総理、行政安全部長官などを歴任した。1958年1月21日、京商北道召集軍出身。テグ小学校、テグ中学校、京北高等学校を卒業後、1976年にソウル大学校に入学。在学中の1978年に、 反政府行為を禁じた大統領緊急措置第9号に違反したとして、1981年に兵役中だった軍から除隊。大学では11年かけて1987年に政治学の学士号を取得。1994年より四世代学校行政大学院に入学し、1999年に行政修士を得た。 大学在学中の1986年に民主化運動をリードしていた民主統一民主運動連合の幹事となり政治運動に身を投じる。1988年にハンギョレ民主党の決闘に参加。以降は民主党系の政党に所属し、1991年より1994年まで民主党の報道官、1995年には、 当選挙対策委員会の企画室長を務めた。2000年4月の第16大総選挙で、軽機動群浦市選挙区から国会議員に初当選し、以降、2012年まで3期12年務めた。2012年4月の第19大総選挙では選挙区を、手具広域市事情区公選挙区に移し出馬するも落選。2014年6月4日執行の、 ペグ広域市長選挙に立候補し、得票率40.33%で落選した。2016年4月の第20代総選挙で当選し国政に返り咲き、2017年6月に文在寅政権で行政自治部長官に就任し、翌月に行政自治部は行政安全部に再編され、初代長官となり、2019年4月まで務めた。退任後は、 国会にて外交統一委員。次期大統領候補とも目されたが、2020年4月の第21大総選挙で国民の力の主語を営利、敗れ再び落選した。2020年8月のともに民主党の代表選挙に被議員の立場で立候補、したが選挙では21.4%の得票にとどまり 60.、60.8%のリラクフチ前首相に大差で敗れた。 2021年4月16日、文在寅大統領より、次期国務総理に指名され、5月13日に、国会にて、任命動案が、賛成168、反対後、危険1、無効2票で承認されたが、最大野党、国民の力は、採決に加わらなかった。女優のユンセインは娘、ありがとうございます。